ウェザーニューズ予報センターから台風8号の最新の情報をお伝えします。台風8号かなり発達してきています。現在の台風の状況です。日本の南海上にあります台風8号、目がはっきりしてきました。また渦巻きもかなりしっかりとした形になっていまして、発達しているといった様子がわかります。台風は現在北西方向に向かって進んでいます。このまま進みますと沖縄方面に来週火曜日頃に到達するということになりそうです。では発達している台風の現在の勢力など確認してみたいと思います。強さは猛烈なというランクになっています。北西にゆっくり進んでいます。中心気圧が920ヘクトパスカル、最大風速は55メートルという形になっています。このあと台風の進路の北側にあります高気圧、こちらの方が強まると同時に進路は北北西から北西、西北西というふうに変わってくる、そういった見通しを持っています。勢力に関しては現在猛烈な強さを持っているんですけれども、このあと同じ勢力を保ったまま沖縄方面に向かうということになりそうです。10日15時の予想位置がこちらということになります。沖縄方面、9日後半から台風の影響を受け始め、10日には最も台風に近づくというような形になります。このあとさらに沖縄諸島を通過して東シナ海に入るコースを通りますので、沖縄方面の皆さんはぜひ厳重な警戒をお願いしたいと思います。以上、予報センターから台風の最新情報をお伝えしました。